一手一手に気が抜けない。予想外に強いんだこいつ。でもこんなところで負けたら僕も終わりだ。お前、もし僕が負けたらお前の名前を覚えてやるよ。ああ、覚えてもらおうじゃねえか。こいつにはこいつには負けない。くそ、こんなやつに、こんなやつに負けてたまるか。いさかいで始まったにもかかわらず、なんとなんと心を躍らされる子であることか。えっ、二人とも工夫した手を打ち、工夫した手を返してくる。このどうしても勝ちたいはずの一戦で無難な一手を選ばない。そう、まるで石を持つ手が勝手に新しい道を切り開いていくようだ。なんという伸び盛りの時期の眩しさよ。それでも勝者は一人。この勝負、最後に読み勝つのはどちらか。どちらもピリピリした厳しい手を打つ。しかし、少し振動の方が分が悪い。振動、今の振動君の一手はどういう意図だ。こいつの今の手は失脚だ。何やってんだ。おい振動、そりゃうまくねえだろ。どうした、勘違い、それともやはりこれが実力。振動、さっきの手は読み違いか。だとしたら残念だよ。やっぱりこの程度だったんだお前は。誰も光の狙いに気づいていない。今ここにいる誰よりも光は上を行っている。
だったはずのさっきの一手がここに来て絶好の位置にいる。神道の握手と思われたあの手は左上の攻防を睨んでの手だったのか。はあ、白が損な別れは承知の上だったのか。いつの間にか進藤君の白が優勢になっている。あの一手を打った時にここまで読んでいたのか、この子は。だが形勢はまだ微妙。ここから僕が。その手は考えなかった。動揺しちゃダメだ。強も白にすり負けてない。この別れは神道がやや損している。これは神道の一目半勝ち。お前の名前。え、お前の名前だよ。覚えてやるって言ったろ。ああ、神道光。俺の名前は神道光。神道光。